1942年昭和17年1月、開戦後快進撃を続ける日本軍はアジアを植民地とし、蛮挙する勢力を一掃、敵対する者は打ち払っていった。想定以上のスピードで進む第一弾作戦に、日本軍はビルマ、アンダマン諸島、ポートモレスビーの攻略を発令。戦略体制を強化したが、第二弾作戦の策定が急がれた。陸海軍部の作戦主務者は、南方作戦で獲得した占領地の防衛のため、東部ニューギニアの要衝、ポートモレスビー攻略を改めて第二弾作戦とし、海軍軍令部が強く推す敵の反撃機と封殺計画、FS 作戦も同作戦として採用した。FS 作戦は、ニューカレドニア、フィジー、サモアの連合国拠点を攻略し、敵の後方基地、オーストラリアとアメリカの連絡を遮断。分断することで孤立したオーストラリアの連合国からの脱落を目的とする米豪遮断作戦だった。一方で、早期終戦のためハワイ占領を目指す連合艦隊は、米空母撃滅を見込めるミッドウェー作戦を主張し、軍令部と連合艦隊で意見が対立。妥協の結果、第二弾作戦は、5月の MO 作戦、6月の MI 作戦、7月の FS 作戦実施が決まり、各作戦の準備が始まった。ドーリットル空襲。4月16日、大本営海軍部は第二弾作戦の方針を正式に採下。直後の4月18日、米空母を発艦した陸軍爆撃機 B25 16機が日本主要都市を空襲。被害こそ少なかったものの、本土攻撃の驚きと積極的に民間人を狙った攻撃に、日本全体が衝撃と怒りに包まれ、ミッドウェー作戦に異を唱えていた軍令部と関心が薄かった陸軍が本気となった。つらぎ島。4月30日、MO 作戦第一段階、つらぎ島方面攻略部隊がラバウルを出発。MO 作戦が始まった。5月3日、攻略部隊は、つらぎ島方面を無血占領。夕方までに水蒸気基地の設営を終え、水蒸気部隊も進出。第一段階を完了させ、周辺海域、哨戒のための準備を始めた。天然の良港を持つつらぎ島は、最前線の白地としても有力であった。つらぎ確保には、航空優勢が必要だったが、航空基地ラバウルからでは遠すぎた。つらぎの水蒸気部隊は偵察を行い、南方わずか22キロ、ガダルカナル島に飛行場敵地を発見。報告とともに早期獲得を要望した。5月4日、米空母ヨークタウン艦載機がつらぎ島に飛来。貨物船1、掃海艇2を失い、駆逐艦数隻が損傷。ポートモレスビー攻略部隊に、つらぎ島救援に割く戦力はなく、5月6日、つらぎ島攻略部隊は撤退した。肝心なポートモレスビー攻略自体も、暗号解読で待ち受けていた連合軍との珊瑚海海戦で妨害され、海軍は MO 作戦の延期を決めた。6月、ミッドウェー海戦敗北。4月のドーリットル空襲は計画に影響を及ぼし、作戦は準備不足や目的の不徹底など多くの問題を含んだまま行われ、主力空母4、従順1、
艦載機289、精兵3057名を失い、目を背けたくなる損失に情報は統制され、7月の FS 作戦は停止、第2弾作戦は頓挫した。大きな痛手を受けた海軍では、第4艦隊司令長官井上重義中将が、トラック諸島防衛と失った空母の航空兵力を補う目的で、ガダルカナル島にルンガ飛行場の建設を進言。軍令部は予想される連合国の反攻を防ぐため、強力な陸上基地、ルンガ飛行場主導でのソロモン諸島周辺の制空権拡大と、積極的な攻勢によるフィジ・サモア攻略を期待。軍令部は井上中将の進言を支持することで、ミッドウェー海戦前と形が変わった米豪遮断作戦を進めようとした。連合軍の反攻開始を早くても1943年以降と考える軍令部は、ソロモン諸島ニューギニア島東部におけるガダルカナル島航空基地獲得作戦を発動、敵の反攻が始まる前のルンガ飛行場獲得を急いだ。7月、ガダルカナル島へ設営隊と護衛の海軍陸戦隊合わせて600名が上陸。部隊は突貫でジャングルを切り開き、同時期にツラギ島に再上陸した部隊は偵察隊の水蒸気基地を建設した。7月26日、第4艦隊から受け持ち警戒区域を引き継ぐことになった第8艦隊司令部三河軍一中将は、第4艦隊司令部井上中将やラバウルの第8根拠地帯司令官金沢正夫中将から、米軍は外南洋の島伝いには来ないと説明を受けた。8月5日、ガダルカナル島の設営隊と陸戦隊は3000名となっていた。設営隊は少ない人員で工事を急ぎ、上陸1ヶ月で800メートル滑走路第1期工事を完了。航空部隊の進出を要請し、到着を待った。8月7日、夜が明け始めた津良木島に砲声が響いた。水上偵察機基地津良木には、横浜海軍航空隊の飛行艇隊員含め400名がいたが、上陸してきた米海兵隊は1500名。海上にはおびただしい数の敵艦が浮かんでいた。4時20分、津良木守備隊は空母1、従順4を含む20隻以上の機動部隊を含む上陸部隊の第一報をラバウルに知らせ、第8艦隊に至急の救援を要請。5時35分、戦艦1、従順3、駆逐艦15、輸送艦多数を報告。6時10分、敵兵力大、最後の一兵まで守る、武運長久を祈るの通信を最後に連絡途絶。守備隊は数倍の敵と戦闘の末、同日夕刻全滅した。津良木島攻撃と同時刻、7日午前4時、艦砲射撃と航空機の支援を受けた海兵隊1万900がガダルカナル島テナル川東岸付近に上陸。完全に不意をつかれた海軍陸戦隊設営隊の守備隊は報告を行う時間もないほど混乱。なすすべなく敵上陸地点の反対方向、ルンガ川西岸地区に撤退。完成直前の飛行場は敵の手に落ち、貴重な火力や食料、
建設資材など軍需品が奪われた。ウォッチタワー作戦。アメリカ、オーストラリア連絡路の確保。日本軍の南太平洋への侵入阻止を重視していた連合軍は、南太平洋方面に陸海軍兵力を急速増強。7月2日、対日反攻作戦、ウォッチタワー作戦を発令。作戦開始日は8月1日。進行ルートはオーストラリア及び附属島嶼地域。大本営、第4艦隊、第8根拠地帯の予測はことごとく外れていた。アメリカ軍は作戦準備中、日本軍が建設を進めるルンガ飛行場を発見。アメリカ、オーストラリア遮断の危機感を抱き、ウォッチタワー作戦開始を遅らせ、ガダルカナル島攻略を追加。入念な準備を整えての上陸作戦開始が8月7日この日だった。ラバウル。予想外の時期、敵大艦隊の日本哨戒網突破で始まった敵襲はラバウルの日本軍を驚かせた。ガダルカナル島ツラギ島は開戦後初の占領地喪失となり、直ちに反撃作戦の協議が始まった。ラバウルの海軍は陸軍第17軍参謀を交え、航空隊による敵機動部隊攻撃、第8艦隊による敵水上部隊駆逐、その後の占領地域早期奪還を話し合った。アドミラルティ諸島を移動中、受信した緊急電で状況を理解した後藤有朋少将は独断で転進、第6戦隊従順4隻を率いてラバウルへ急いだ。ラバウル航空隊。ラバウルの第25航空戦隊は8月7日ブナ攻撃の予定であったが、ツラギからの急報でツラギ沖敵艦船の攻撃が命じられた。攻撃隊は第4航空隊一式陸攻27機を主力、台南海軍航空隊中島正少佐率いる0戦18機を護衛とした。午前8時、第1次攻撃隊が敵艦船撃滅に出撃。続いて第2次攻撃隊、第2航空隊、救急式艦上爆撃機9機が出撃した。ラバウル・ガダルカナル間の距離は約1000キロ。航続距離1450キロの救急式艦爆では、最初から機関は望めず、不時着覚悟で出撃。海軍は乗員救助に錦飛行艇と駆逐艦を用意した。第8艦隊の協議では、上重則参謀が提案したガダルカナル白地への夜襲攻撃の準備が始まっていた。参謀は空母を持たない第8艦隊による攻撃を殴り込み作戦と呼んだ。作戦は当初、第8艦隊機関従順洋艦長海とラバウル急行中の第6戦隊従順4隻を合わせた従順5隻で計画されていたが、ラバウル在泊中だった第18戦隊軽巡天竜と第4艦隊霊下ソロモン諸島ニューギニア方面で作戦従事中の軽巡夕張と駆逐艦夕凪が同行を申し入れてきた。三河中将は、艦齢が古く、戦速遅く、練度も低い、天竜、夕張、夕凪の動向に難色を示したが、第18戦隊、首席参謀の直談判に根負けし、前衛艦の軽巡と駆逐艦を、野戦の邪魔にならないように、最後尾での動向を許した。旧編成の艦隊は、合同訓練の経験がなく、
速力を統一するスクリューの回転調整を行う時間がなかった。また急遽参加の天竜、夕張、夕凪は無線電話の設定が間に合わず、第8艦隊司令部の直接指示を受けられなかった。計画では36ノットで突入予定であったが、スクリューの故障で30ノットしか出せない夕張のため、計画の修正を必要とした。その夕張は、航行不能の際は上陸して陸戦隊として戦う決意で、軽機関銃や小銃を積み込んでいた。作戦の要点。ソロモン諸島中央航路を通り、ガダルカナル白地に進出。複雑な運動を避け、短銃陣による一効果の襲撃。最重要、第一目標は敵輸送船とされた。空母が同行できない殴り込み作戦のため、翌朝までに攻撃圏外への飛退が各部隊指揮官に説明された。第8艦隊は白地突入後のガダルカナル島・ツラギ島奪還を陸軍に要請したが、第17軍はポートモレスビー攻略準備中を理由に即時回答はできかねると部隊派遣を断った。独力で奪還することになった第8艦隊は、各隊から590名の陸戦隊をかき集め、上陸部隊の編成を行った。大本営では、作戦参加艦艇が統一陣形を組んだことがなく、ガダルカナル周辺の行動経験もない、米艦隊の全貌が分からず、航空支援も望めないことから、あまりにもリスクが高いと懸念を表明したが、連合艦隊山本長官は、連合艦隊の命令ではないとした上で、ミッドウェー海戦敗北後の士気低下を考慮し、計画を承認した。第8艦隊機関長会の水雷長は、敵機動部隊の存在する可能性が高い危険な作戦に、報道範囲として上官していた小説家の丹羽文雄に、とても静観できない戦いだから、艦を降りた方がいいと勧めた。丹羽は、水雷長の思いやりに感謝しながら、長海での従軍を選んだ。航空攻撃隊。7日11時、第一次攻撃隊はガダルカナル近海までの約1000キロ、敵機動部隊を見ていなかった。攻撃隊は敵を求め、ツラギに向かった。長時間飛行の末、到達したツラギ上空では、ブーゲンビル監視員の通報で、敵艦上戦闘機60機が待ち構えていた。台南空のゼロ戦隊には、第3中隊長、ラバウルの機甲士、笹井純一中尉、ラバウルの魔王、西澤弘義飛装長、西沢と共に台南空のサンバガラスと呼ばれた笹井中隊小隊長酒井三郎一飛走、同じくサンバガラスの一人笹井中尉の2番機太田俊夫一飛走など、多くの撃墜用が出撃していた。台南空の17機はためらうことなく敵機に突入。激しい空戦が始まり、陸攻隊は高度を下げ、敵艦目指し雷撃準備に入った。この日、護衛のゼロ戦隊は最強とも言えたが、3倍以上の敵すべてを引きつけることができず、陸攻隊が敵の標的となった。陸攻隊は上空から機銃を浴び、近づくにつれて激しくなる敵艦の対空砲火に思うような戦闘が行えず、戦果は一式陸攻27機としては寂しい、駆逐艦勝破1、陸攻隊は5機を失った。台南空は西澤飛装長が撃墜6、酒井一飛装が共同撃墜1を報告。第一次攻撃隊は敵艦載機多数を確認したが、敵空母は見なかった。
戦闘を終え、傷ついた攻撃隊はラバウルへの帰還中、山体サベル島南端で敵艦載機に遭遇。笹井中尉と太田一比曹は共同で2機を撃ち落とした。この遭遇戦で笹井一比曹は敵の後部機銃を頭部に被弾、右の視力をほぼ失い、左の視力が低下する重傷を負いながら、4時間かけてラバウルに生還。治療のため内地に送られた。不時着必至の第二次攻撃隊救急式艦爆9機は、4機を失いながら巡洋艦2隻を大破。戦闘を生き残った5機は、救助予定海域、ショートランド南東で着水したが、4名が不明となり、第二次攻撃隊生還者は18名中6名だった。第二次攻撃隊も敵空母の姿を見ることはなかった。